参りますが、まずは単勝で出てくるのはゼッケン1番をつける野村健の登場です。 Ready? 3, 2, 1。我々の前で終了ということにもなってまいりました。さあそれでは、はい、OK、得点、まずこの野村健の1本目の得点どうでしょうか。野村健が妙の中モニターに注目、ビジョンの方に得点 95.36 という得点です。まずこれがそう基準ですね、はい、いいのか悪いのかというところになります。さあ野村健の1本が95.36 と速度は影響してきますからね。はい、さあ、それでは変化しました。これは3人じゃないじゃないですか。3人です、3人です、はい、今日は大きい車が。さあ手塚剛の得点です。野村健 95.64 ということは手塚が若干上回りました。さあ手塚に選択権になります、まあ、なるほどね、まあ、いいものですよ。さあ手塚さんの0と0本で決まってまいりました。手塚剛が1本を選んだ。さあ先行を取ってやったということは、僕的にはちょっと出で野村さんが戻ったのがあるんですけど、あのちょっとこのステージ前で、はい、僕がちょっと浅かったんです。あれ開けたんじゃないですかね。開けてるんですけど、角度ちょっとね。なるほど。っていうことは五分でいいかな。五分。はい。ヘルさん。そうですね。やはり。1コーナーから2コーナーにかけて の, その野村さんの角度が、ね、浅めで追っかける感じになったのが少しだけ手塚が有利かなっていうような、はい、若干つけます、はい、分かりました。さあそれでは勝負ありということにさせていただきます。この対戦ベスト4進出